えー、皆さん、こんにちは。カウアン・岡本です。あ、違うか。<laughs> えっ、ー、と、ファッツサウンド・ラボラトリーの、えー、厚木ファッツと申します。えっ、ー、と、今日もですね、ちょっと、あの、喋ってみたいと思います。あのー、ね、えー、皆さん、歪みエフェクター、えー、いろいろお買いになると思います。でも、あの、最近、高くないですかね あの4万5万って当たり前じゃないですかねなんであんなに高いんだと、うん、でその4万5万っていうのは結構ねえっとそのブティック系というかそのえっと何てゅうの、えー、ハンドメイド系っていうのは非常に高いですね4万5万下手したら10万みたいなねでも 一方で例えば僕がすごい好きな、えー、とマットプロフェッサーさんとかですねエキゾチックさんなんていうのは、まあ、2万円台とかでねやってるわけですよで何かその大きいその性能の違いがあるかというといやそれ多分ないんですよねうんなんでこんなにそのえっ、ー、と値段が違うのか、ね、僕はっきり言ってその4万5万 まあ3万円台で今の,そのえっとちょっとねあのコストプッシュであのインフレになってるんでいろいろ物流費ですとか燃料費であと,えっと部品代とかっていうのはもう本当にえっと僕もこう泣きたくなるぐらいねえっと高くなっているんであのまあ値上がりするえ値上げしたくなるのは分かります。 なのででもですねまあ高だか歪みエフェクターっていうのは僕は3万円で4万円台に行くとねちょっと高いかなと3万円台がまあいいとこじゃないかな高くてもねうんと思います、うん、でもなんかね平気で、まあ、5万前後とか下手したら78万とかそれもねクローンを78万とかで売ってるちょっとイカレポンチがおるわけですよね そんんなもんクローンなんて今あのインターネットを探せば帰ろうずなんていくらでも手に入るんで多分誰でも組めるわけです、ねうん、でそれを78万とかで売っちゃうっていうのがまあそのね需要と供給が一致すればいいっちゃいいんですけど、うん、でもちょっと僕はねちょっとクレイジーな値段かなと思ってたりします、うん、で,でもまあ弊社はなんとか、えー、っと2万円台ギリギリで 今は何とかやってます、うん、というのも、えっと、僕の好きなマッドプロフェッサーさんとかエキゾティックさん、えっと、MXR さんあーもちろんボスさんねその辺の実力のある、えっと、メーカーさんというのは軒並み2万円台とか下手したら1万円台とかでやっているのであの僕もそれぐらいの値段が僕は妥当だと思いますね。うん、僕は決してその5万6万7万っていう値段はひずみペダルにつける気は全くない今のところないです。 はい、まあちょっとねあのこのあと、ね、ひょっとしたらこの超ハイパーインフレになってあの物の値段が2倍3倍とかになると,ちょっとまあそ,れそうなるとその2万円台、まあ、3万円台の限りではないかもしれないですけど、うん、今現在そのねえー、っと4万5万っていうのは僕はちょっと歪みペダルにしたら高すぎるんじゃないかなっていうふうに思いますね。よ、えーね、よくよく僕見てるとその高い 歪みペダルっだからなのでその,あの、まあ、マーケティング的にはそのあの値段っていうのが、えー、一つの,あのうちの製品はいいんだっていうそのメッセージになっているのであ,のあながちその高い値段をつけるっていうのはこう間違いではないんですけどでも実際にその買ったユーザーさんカスタマーさんがその使ってみて。 その中古で出回るということはやっぱりそれ実力と製品の実力とえー、っとそのえー、っと価格っていうのがバランスが取れてないと思うんですよねうんだからね僕はちょっとその4万5万以上っていうのはちょっと僕は高いなと思います、はい、でそのえー、っとエフェクターの値段えー ということにおいてえっ、ー、と今あのえっ、ー、となんだ